はじめまして、石井正道です。はじめまして、カーライフエッセイストの吉田由美です。今日はね、富士スピードウェイに来てるんですね、はい、ちょっと天気悪いんですが、フェラーリ山盛りですよ。そうですね、フェラーリフェスティバルジャパン2008です。はい、はい、私実は去年もそうなんですか、お伺いしてるんですが、今日は残念ながらね、うん、雨ですね。まあ、最大の目玉のね、F1 が走るかどうか、それがちょっと気になります。そうですね、あとそれから、うん、だから今日はすごいとっておきのなんかギネス挑戦みたいのがあるみたいですね。そうそうそう、なんかね、下情報と前情報によると、はい、なんと600台も参加するっていう話なんですよ、うん、ただこの雨だとどうなのかな、来るんですかね。まあちょっと楽しみにして見てみましょう。はい、早速見てみたいと思います。その1、ほとんど F1 ですね。もう音もね、スピード感も、うん、ですね。これまた来ましたよ、もう一台黄色、ね、すごい。いや、 F1 とかフォーミュラーの形以外であんな速く走るものってね、見たことないですね。やっぱり、ね、音もすごい。すごい、 F1級、 すごい、ね、ちょっと見るだけでありがたいですね。そうですね、そっか、29台なんだ。そう、まあ、なんちゃってセレブの由美さんとしては、はい、やっぱりその限定って言葉には惹かれますよね。そうですね、もう一台いただくわって感じでなんか30代目はミハイル、エボリューションパッケージでシューマッハに納車されるみたいですね。わかんないです、まあ、私たちには買えないってことですね。買えないので、はい、一応800馬力です、ね、僕ね、うん、あれの元になったエンツは乗ったことあるんです。で、やるじゃない、うん、サーキットでちょっとね、昔いた会社の社長が持ってたんでね、乗らせてもらったことあるんですけども、あれでもね、ドライのサーキットで相当怖い思いしたんですけど、さらにこれあれが660馬力かな、でこれが800馬力で、この雨の中であれだけ踏んでるのはね、ちょっと考えられないです ね、 ね、これってしかも乗ってるのって一般の、はい、ドライバーの方、あとあの日野井さんも、日野井選手も乗ってると思いますから、あの後でちょっと話を聞きに行きたいなと思ってます、うん、ぜひぜひ、はい、十分お気をつけていただければと思います。レーシングドライバーの日野井選手に来ていただきました。日野井さんはね、はい、今日本のレーシングドライバーで一番いろんなフェラーリ乗ってるんじゃないですか。そうですね、うん、もう本当レーシングカーがすごく特殊なレーシングカーが多いですね、今日は F1 も乗られる。はい、 F1 今乗ってきました、はい、F1 のどのタイプなんですか。昨日はですね、412っていう最後の12気筒のモデルと、うん、今日2001年モデルに乗りましたね、はいはい。01ということは、あのシューマッハが乗った。そうです、車としては、うん、鈴鹿で、シューマッハが勝った車というふうに聞いてます、はい、こういう時って何回転ぐらい回すんですか。すみません、ライトしか見てないんですよ。なるほどね、そうか、F1 ってこういうタコメーターとかついてるわけじゃないですね。すごく小さな数字は出てるんですけど、うんうん、見る必要ないようになってるんで、でまあ、あの音聞いてるともうほとんどその本番とあんま変わんないんじゃないかなっていう気はするんですけど、本番から1000回転近くダウンのはずです、うん、はい、もうそこまでいけば十分力とかその気持ちよさとかあるんですか。あ、もう気持ちいいですね、うん、でトラクションコントロールが、うん、あの使えるようになっていまして、うん、で今日は濡れてたじゃないですか、うんうん、なんで、まあ、ニュートラル、まあ、元の位置から結構こう緩めていって、うん、結構効くような状態で乗りました。ちなみにこの富士のストレートって結構長いじゃないですか、うん、何キロぐらい出てるんですか。知りません、すいません、あの、ね、なんちゃってたからすぐ数字を聞きたがるんだけどね、フェラーリと何キロ出るのかってすぐね、そうそうそう、どれぐらい出てるのかなどうなのかな。フォーミュラー日本でどれぐらい出てるんですかね。フォーミュラー日本300ちょっと出てるんじゃないですか、確か。それ以上は言ってる、ダウンフォース多めに取ってあるので、デモラン用はモナコ仕様とかハイダウンフォースにして安全に走るってことですよね、はい、そうですね、はい、あのフェラーリの F1 カーの一番の魅力ってどんなとこですか。乗ってても気持ちいいんですよ、うん、高揚感があると言いますかね、攻めていきたいっていう気持ちにさせてくれる感じですね、うん、音とかも、音もいいですよね。あの、日野さん的に一番好きなその F1 カーって今まで乗られた中でね、うん、どれが一番お好きですか、
昨日言ったその41に、最後の12気筒モデルですね。 あれはちょっと違う音色なんです。ちょっとだけこう もっと甲高い音なんですかね。甲高いですね。なんか悲鳴みたいな音っていうね。そうですね。僕的には楽器のような音って言ってます。ちょっと全然それ違うですね。といえば、はい、この方を抜きにしてはちょっと語れないかなと思ったんです。まあ、今一番有名なね、はい、フェラーリの人という感じですね。もうさっきも写真撮られまくりだったんですけども、はい、KRH 社長の青山浩二さんにお伺いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この後ろの車、はい、全部青山さんのお車なんですよね。うん、はい、まあそうなんですけど、まあちょっと、はい、そういうイベントには協力したいなと思って、はいはい、今日お持ちいただいた車は何なんですか？F40 と F599、はい、エンゾー、はい、F430GT、去年ジャパンルマンチャレンジで優勝した車と、はい、あとフォーミュラワンが隣にあります。F1 もあるんですもんね。はい、F1 はご自身でも乗られるんですか？そうです。これから乗ります。普通に乗れるもんですか？その。いやー、結構乗れますね。うん、あ、そうですか。はい、意外となんていうかその。普通に運転する分には運転しやすいところがあったりするんですか？そうですね、動いちゃえば簡単ですね。うん、スタートがちょっと難しいんですけど。なるほど。うん、青山さんってちなみに、はい、全部で車何台お持ちなんですか？何台かな。フェラーリは、まあ、10台ぐらいあると思うんですけど。フェラーリだけで。はい。なんちゃってセレブもびっくりみたいな感じですね。やっぱり本物のセレブに会っちゃうとね。でもね、ハワイにマラソンで出られたんですが、その時にちょっとパクってなんちゃってセレブで書いてます。私がパクられた。なるほどね。その辺のセンスはさすがですからね。今ギネスチャレンジの先頭に来ています。はい、私たちの後ろにはここが先頭です ね、でここから並んで、みんなで一周して、はい、で最後ピットロードに入っていくってことで、合計みんな3周するみたいですね。ただ600台ですからね、まだまだ3周するんでも ね、まあ、2時間あるみたいなんですが、どれぐらい時間かかるでしょう？そうですね、で今こちらがスタートで、今音を立てて走っている車がだんだん後ろについていく、どんどんついていくんですよね。これ一周つながっちゃったりしないんですかね？どうなんでしょうね。まあその辺多分計算してると思いますけど。でもまあ初めてのことなので何が起こるか分かんないです。はい、あとヘリコプターも。うん、そうそう、そうそう、天気が悪くて来ないって噂だったんですけど届きましたね。これねルールがあって、こう隊列崩したり途中で止まっちゃったりしたら、ギネスにね公認されないらしいんですよ。じゃあ一人どんくさい人がいるとまずいまずいまずいです。これ緊張しますね。多分ね、結構意外とみんなエンジョイしてるけど、何かあったらやばいと思ってるんじゃないですかね。だって自分の責任とか言ったら大変でしょ。ね、一人でね。それ新しい見方ですね。そうですね。でね、600台いるとこれいくらぐらいになると思います？まあざっと F430 が2300万ぐらいでしたっけ。でまあ1000万ぐらいの車もありますから、1000万で600台で60億だから、まあざっと100億か120億ぐらいですかね。声裏返ってた。3台はフェラーリで埋まっちゃったのかなというような形に今なってきているわけですね。先頭のジャイアンツは今100Rのあたりを通過中です。